日本ボールのキックオフです。やっぱりある程度ね、裏へちょっとこう無理でも飛び出すようなね、はい、ボールを出した方がね、長山さんいいかもしれないね。一歩入れといて相手を押し込んだ方がいいですよね、うん、少しね、ちょっとこういうボールですね。そうです。森重から久保、さあチャンスになる。中には岡崎、香川もいる。久保ゴールに向かう。クロスが来た、来た、香川打てるか、シュート。日本最初のシュートで先制点を奪いました。見事だ。日本の10番新次がこの最終予選初得点。香川自身にとっても欲しかった欲しかった得点が生まれました。スルーパス入ってきた。よし、山口までゴールキーパー弾いた。いやー、完璧なシュートだったけどな。香川が落として山口ホタル、3人目の動きに相手もついてこれないですね、はい、森重を使って久保、中には枚数が揃っている。来た、岡崎、岡崎ピンポイントで頭で合わせていきました。これぞ岡崎いいボールだったな。久保日本代表通算50点目。岡崎らしいゴールで自らのメモリアルゴールに花を添えます。ここでね、ダイレクトが効きましたね。そしていや、いいですね。マッコースのライトが、いや、中山さん、これが岡崎ですね。いや、これですね。岡崎の良さが出ましたよね。しかしね、その良さを生かすボールを久保がよくあそこに入れましたね、はい。岡崎落として酒井光徳、香川からサイドを変えた。チャンスになる。久保、酒井宏樹が上がってきている。クロスを選択した。パリは一貫してディフェンスラインというのは高い位置を保っています。久保ダイレクト、原口オフサイドはありません。来た、香川のシュートはクロスバーの上、ミートすることはできませんでした。ちょっとボールが浮いた分ね。そうですね、香川の足に浮いちゃった感じがしますよね。このダイレクト見事でしたよね。今も最終ラインから久保、そして原口、香川という攻撃でした。低いボールが入ってきた。シュートが来た。ゴールキーパー川島よく守りました。フリーにすると怖いね、この10番、ね、10番の T らしい。もう一つ冷たいですよ ね2人いるんだけどね、やっぱりちょっとね、開けたね。前半まずここは日本耐えたい。ここに来てタイがリズムを作っています。速いボールで来るね、これね。キーパーに向かって吉田がセンターとのボール、川島シュートが来ている。日本の壁、外から中に入ってくる。香川が相手に当てる。一旦ボールを切りたい日本。チャラティップに対しては香川が対応します。香川、今日先制ゴールの香川が体を張って守ります。タイボールです。いや、よく守りました日本。ただまだピンチは続きます。いや、松木さん、危なかったですね。危ないね。ただよく守ったね、はい。来ます。ここで前半終了のホイッスルです。日本ワールドカップ出場に向けて前半タイとの一戦2対0で折り返しました。さあ、後半のキックオフです。2対0、香川と岡崎のゴールで日本がリードを奪っています。コーナーキック、遠いサイド、おい吉田、よく足に当てた。シュートが来る。川島よく守りました。川島がしっかりと
シュートを弾いていきました。今のシーンです。吉田がまず足に当てて守った後、いやーよく守りました。入ってましたね、入ってたね。今さあ日本危ないシーンが続きます。おい、今度は遠いサイド、酒井宏樹、ボールを見てしまった吉田、助かった。危なかった日本。うわ、危なかったね。いや、中田浩二さん、今のシーンは危なかったですね。危なかったですね。ちょっと見失ってしまいましたよね、はい。まあ、集中、まずは集中したいですね、しっかりとね、はい。よし、取った。さあ久保、前を向いた、シュート、シュートを突き刺していきました。3対0、日本がタイを突き放します。いやー、狙い通りじゃないこれ。いやー、吉野さんの言った通りになりましたね、今ね。いや、本当に流れを変えてくれましたね。ほんの数秒前ですよね、いやー、松木さん、久保優也、本当に素晴らしい働きですね。素晴らしいね、今のもね、スルッとね、はい、中へ入って、これもう完全に外側回った選手、これをうまくね、これ香川選手ですか、外引っ張ってるね、香川選手に引っ張られて、でその間のところをもうドンピシャのところですよ、これキーパー届かないこれ。いや、中田浩二さん、この久保の3点目は大きいですね。いや、大きいですね、この思いっきりの良さですよね、はい、振り抜きましたよね、素晴らしいゴールですね。原口に変えて本田が入ります。どうするですかね、はい、ちょっとこれは久保が来るのか、ツートップっていうのもあり、はい、そうですね、ツートップにする可能性もあるし、だからいくつかはパターンあるよね、変えてくるかもしれませんね、うん。さあ本田圭佑が入りました。さあ本田にボールが出た、チャンスになる、中には枚数が揃っている、本田ドリブル、シュート、こぼれ球、思い切ってシュートを打っていきました。ゴールに向かう本田圭佑、今来た分遅れていけば、キッカーは清武、ほらフリーになっちゃう、いいボールが来た、吉田麻也、キャプテンが4点目を頭で決めた。キャプテンマークをその左の腕に巻きながらヘディングで決めていきました。いいボールでしたね、清武、うわー、ドンピシャですね、高いね。いや、中田浩二さん、清武のキックの精度というのも素晴らしいものがあります。いや、精度素晴らしいですね。そんなにまだボール蹴ってないと思うんですけど、ね、はい、ドンピシャで合わせましたね。また吉田選手、入るタイミングも素晴らしかったですね、うん。そしてタイのカウンター、あとはゼロで抑えたい、クロスが来た、おい、危ない、おい、おい、あー、ホイッスルだ、タイにペナルティーキックが与えられてしまった。4対0、素晴らしい勝ち点3を手に入れました。